れ、めなきゃそうだそうだそうだタイトが思い出せないわあの派手ガの考察機 y o u t とよくしゃべる脚本家レンズうわんだっけな無限まやかした。 高島まいです。高野湊です。無限前歌詞とは映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわち前歌詞を無限に結び続けている私たち二人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。まー2024年夏ドラマ、海の始まりの第5話の4本目の感想でございます。<ー>えーいろ、いろいろ話してきましたね。はい。えー、髪の話。 弁当の話、食卓の話、趣味に使うお金の話、男女の違いの話、お母さんからの説教の話、夏くんに対しての気持ちの話、いろいろ出してきましたけれども、角。角です角の話ができてない。角の話しなきゃ終われないよ。終われない。これ。意外とそれ以外はさらってるっていうね。はい、意外と。なんかだから今回テーマがすごいしっかり。 ゆっくり、うん、あの、なんていうのかな、髪っていうモチーフがやっぱ強かったからね、全体をさらうのが結構、他の回より楽だったかもしれないね。はい,はいはいはい。あの、なんか、こう、背骨が通ってる感じというかね、そうそうそう。なんか、団子の口が刺さってる感じがするから、呪術、うん、なぎで話せんだよね。単純に芸術点で言うと、うん、その一話の芸術点っていうことで言うと、うんうん、なんか、ちょっと頭一つ抜けてた気がした。はいはい,はい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 。 またね、あの、モチーフの見せ方もね。すごい意図的にちゃんと髪とかも強調してたし。その辺も含めてね、うん、よかったね。ビジュアル面でも。そう。で、見れば見るほど、あ、ここ繋がってくるんだっていうのもあるしね。はい、ただ、<の>うん。角を外野にするな <laughs> 角はもう外野ですよ。角を外野にするな角はもうどん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 外野になってて。 違う今回もうピンスポみたいに、あの、真っ暗な図書館で、山田真帆さんと二人で、閉館後の図書館で、ピンスポみたいな、あの、ミスター・ビーンが最初に落ちてくるときみたいな、ピンスポで、寝てましたけど。ひろしのネタみたい。あ、ひろしさんの、そうそう。角です。そう。どん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 ピンスポがどんどんちっちゃくなってきますよ、この後。いきなり外野とです。侵外とです。侵害とです。納得いかないとです。本人には言ってないとです。 <laughs> や<っぱ> <laughs> これはもう角合いですよ。そうよで。で、我々もまた角を外野にしてしまっていたという反省。いやー、そうなんだよな。4人いやー、まずさ、はい、会いに来るじゃない、海ちゃんが。ここのなー。でね、こう、バックヤード。ーはい、めっちゃびっくりしてるわけ。そうなのよ。 当たり前じゃないのよ、ツナにとって。これがまたいいよね。そうなのよ。だから、やっぱ自分を低く見積もりすぎなのよ。見積もりすぎなのよ。で、それでさ、その後に現れてんのよ。そう。こう、バックヤードでさ、はい。あの、リンゴとオレンジだと、オレンジだよね。はい。っていう、ジュース。わかっとるんかそうなんですよ。そうなんでこのね、やっぱ、産む方ドラマ、サイレントでもありましたけど。ありましたね。はい。あの、こう、あの、結ばれない。はい。 方は、あの、何を出すべきか分かってるんですよ。二択知ってる。二択知ってるんですよ。コンポタね。はい、コンポだね。いや、なんか、ミナトも角も一緒なんですよ。そうですね、サイレントで、その、川口アルナさんと、鈴鹿王子さんがやってた。その、鈴鹿王子さんがやってた役で、もともと付き合ってたけど、そうという目黒さんがやる、出てきたことによって、いやー。別れることになる、みなとミナトくんという人は、その、 落ち込んでる時にね。つむぎちゃんにつむぎちゃんが落ち込んでる時に。つむぎは俺です。 情報が、固有名詞いっぱい出てきてわけわかんなくなるから、これサイレント見つかサイレントの会をさかのって聞いてください。とにかくその、こう、港はが飲み物を二つ出して、どっちって言って、そのどちらでもないコンポタって言った時に、コンポタもありますと言って出してくる男ですよ。そうです。ポケットパンパン男ですよ。ポケットパンパン男ってこ角と港の共通点としては、やっぱり自分を低く見積もりすぎ。そう。 自分が人から愛されているということに、まあ怯えてるんですよ、結局。そうですね。そう。だからそこは、やっぱり、うーん、不器用でも行動力がある人。 はい。に負けてしまうっていうのは、やっぱり、まあ、真実だと思うしね。本当ね、ねまあ、ただ、ミナトくんに関しては、俺、まだあるんじゃないかなと思うけどね。どうした急に、だから、戻るなって。<laughs> サイレントの話ってっと終わらないと思う。な <laughs> いいいよ、角だって、<の>角。角。の話だよ。角なああ角はさ、うん、だってもう、言われるわけよ、海ちゃんから。はい、角くんに会いに来たって。うん。 嘘だー、うん、<laughs> 嘘だーって言っちゃうのよ <laughs> その嘘つかないから。<laughs> そうよーみちゃんは。ほにで、おばあちゃん家の近くにも図書館あるよ。とか言ってね。そう,そうよまあでも構って欲しさはあるんだよね。角角。角そうなんだよ。この、そう。なんかあの、 あの、違うこと言ってね。そうそうそう。いや、違うでしょどうせこうなんでしょそう。こうなんでしょって言って、うん、違うよ、角の国会いに来たの。町そう、違いますよ、町なんだよ。それはちょっと、わかる。そう、ちょい甘えん坊ではあるんだよ、だから。だからやっぱね、角は俺。ああ、なるほどな。角はんだよな。で、は結構ね、うみちゃん帰ってからね、山田真帆さんに対してね、こう、やっぱ、ぶち切れを吐露してますからね。そうなんだよ、に。血でも法律でも繋がってないですからね。 弱いもんですよ。そばにいただけの他人なんて。いや、だからやっぱここなのよ。だから俺がさ、結構俺、この海の始まりについて再三言ってるけど、やっぱ血のつながりっていうのも、同様に大きく扱ってるっていうのは、こういうこと。いやー、きついね。きつい。この、どうしたって、こう、例えば、ナっツくんに、海ちゃんが懐いてる。ということに理由なんて別にないじゃん。っていうことを、その、あかねさんから言われた、ように。はい。 同様にまた血のつながりがないことによって、うん、こんなにも外野になっちゃう、うん。いや、そうなんだっていうこともやってるっていうさ。うん、こんなにもピンスポンになっちゃうんですよ。ピンスポンになっちゃうんだよ、血がつながってないだけで。そ,ね、でもそれ、もう最初のぼうやきもすごいも、うん。ママが死んでから現れたり、みんな調子いいですよね。うん 言ってないですよ。思っただけです。つって言うんだけど。でも山田ママさん分かってくれるんだよね。いなくなったら急に外野な感じ。ちょっともやもやするって。そうなんだよここでさ、まあ、さえ会話でも出てくんだよね。その、あの、うみちゃんがさ、ママが元気な時は角くんだけだったのにっていうことで、はいはいはい。いかに、その、この中でうみちゃんの面倒を見てくれるみたいな人が、あ、ここにしかいなかったんだっていう。そうだね。 ここだけだったんだっていう。で、それは夏くんのお母さんが、そう。夏くんですら、うっすらとしか覚えてない、いろんな他人に分担させてたっていうこととは、やっぱ、対照的ですよね。そうなんだよ。重なるんだよね。うん、その夏くんはね、その、お母さんがシングルマザー時代に、お友達に頼ることにしたの。はい。って言っててさ、<笑><笑>うん、っていうの対照的だったんだよね。そ、はい、うね、んうん。だから、これね、うまいのが、うん、俺ちゃんと言って素晴らしいなと思ったのは、はい、これね、見方によっちゃ、うん おばあちゃんたちとの仲はずーっとめっちゃ良かったのかなって思っちゃうんだよね。え、うん、水き その、なぐも家の関係性って。そうだよね。そうそうそう。で、ほら、海ちゃんもさ、あかねさんにも懐いてるしさ、おじいちゃんとも、しょうへいさんともさ、すごい仲良さそうだから。そうなんだよね。そう。もう、だいぶずっと実家ぐるみでっていう気になっちゃうんだけど、いやいや、違う違うみたいな。多分その病気が発覚して、それこそあの、お家で、で、今回ちゃんと子宮経過でしたってことが、ちゃんとセリフで出ました。けれども、そこになってから、 多分、うん、こんなにこう、うん、おばあちゃんとは一緒に住んだりうみちゃんのことも任せるようになったのかなっていうの。あと1個は 1>、うん、やっぱりその地理的にはやっぱちょっと離れてるっていう描写になってるわけじゃないですか。その角のセリフからも、まあ そのセリフだけ取ってもわかる通り、そうね。おばあちゃん家の近くにも図書館あるよって言ってるってことは、おばあちゃん家の近くからは離れてる場所が職場の近くだったんだっていう。そう。だから、水木が働いていた図書館なわけですよね、これっていうのは。<う>だから、実家から通える距離じゃなかったから、しょうがなかった。そう。っていうのもあるし、まあ、病気になってから、まあ、じゃあしょうがないかっていう水木の中での心の結界みたいなものが、一旦こうほぐれて、うん まあ結界っていうかな、なんつうのかな。うん、溶けて、うん、あ、親に頼ってもいいんだっていうモードになるのに時間がかかったっていう、そうまあいろんな理由があると思うけど、うん、まあでも角がいかに支えてたかっていうのは、そう。今回のソファーにヘアゴムがね、挟まってるところとかも。ね、実はね、はい、ソファーにヘアゴムが挟まってたところで、はい、めっちゃ泣いた。いや、まあわかるよ。このね、なんかこの、うん やっぱりちっちゃいセリフ一つ一つじゃん。うん。例えば、ちゃんの、そのくん、ママがいた頃は、そのくんだけだったのに、っていうところとか、その後のピンスポのセリフとかからも、その、ピンスポじゃないんだけど。ピンスポじゃないんだけど。ピンスポのような図書館のあかりね。そうそうそう。ところからも、なんかこう、直接言ってたわけじゃないのよ。海ちゃんと、水みずきちゃんとこんなことしたなとか、いうこと言ってたわけじゃないんだけど、 なんかどういう関係性だったかっていうのが、この言葉の端々から変わってきて、うん、であの突然映ったあの家、うん、あの家で、冒頭で、ポンポン巻いてあげるから、うん、許してって言った、うん、それを巻いてれば、うん、おそらく機嫌が良くなるであろうものが、角の家にある、ということに、なんかめっちゃ じゃあいろんなこと想像して泣いちゃったのいやーそうなんだよな。預けられてたことがあるのか。そうそうそう。で、でもそれってさ、相当なレベルでの信頼だよね。そうよ。やっぱり、その、女の子を、同僚の男性の家に預けるって、ああああまあ、しかも先輩だよね。そうよ。に預けるって、その、怖さとか申し訳なさとかも相当飛び越えて、預けてたっていうことだもんね。ああそうよ。 こういうところにさ、うん、多分こういうことは多分間違いなく今後描かれてくだろうけど、はい、今後描かれるであろうシーンみたいなのが、うん、なんか頭にブワーって出てきて。そう、もう見てる気になるんだよなそう、もう見てるのよ。もう俺、角と、角、海、水木の話もう見ちゃったのよ、うん、あの一瞬で。うもう香るんだよな香る。 またこの香らせ方がうまいし、うん、でも5話かけて、キャラクターを積んでると思うもん。はいはい,はい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 。それも含めてね、なんかね、まんまと中,中にハマってる感じがある。あーそうなんだよなだって今回さ、うん、結構びっくりなのが、うんはい、4話のラストで、うん、お一1週間共同生活た、始まるぞって言って終わったんだけど、<う>今回の終わり同じだから、ね。そう、まだ始まってないそう、始まってないのよ。<laughs> そうなのよ。 でも、こんなにも、なんかその人間の奥行きが深まったことによって、そうね。ものすごくやっぱドラマ自体の世界が広がってる。そうね。だよね。共同生活、始まるぞ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 いや、始まってないよ、そうなんだよ。だからなんか、実際に起きてる出来事としては、 そう多くないんだけど。要約、ね、すると面白くなさそうに見えるタイプのドラマですね。うんうん、そ,うそうそうそう。だか,うだからこれラテランとかでさ、うん、毎週さ、月曜日にさ、<laughs> あ、このドラマちょっと見逃しちゃってるけど話題だな。あ、説明書いてある。見てみようって見た人さ、うん、なんか見ない可能性あるよね。だからさ、俺さ、かつてさ、うん、あの、えっと、ハンターハンターという漫画がございまして、それでなんかのグリードアイランド編っていうのでね、はい 「正虎」っていう場所に行くっていう話があってそのタイトルが「いざ正虎へ」っていうタイトルででもんか修行が始まっちゃって行かないので「いざ正虎へ」って言って「いざ正虎へ」っつって「正虎ラ本当に行くのか?」いつになったら行くんだよ」みたいな感じタイトル変わっていってたけどでも本当と出来事だけ見たらそんな感じなんで同じ現象が思ってますね。 で、あと今回ね、やっぱね、うん、さっきもちょろっと出たけど、うん、やっぱその、亡き恋人の部屋に寝泊まりするっていうのが、うんはい、やっぱその、完全にさ、死者と交流する儀式じゃないですか。うね、どう考えても。ねもうこれやっぱ意図的だなって思ったのね、うん、あの、主観カメラね。はいはい,はい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 。見知らぬ天井を、エヴァンゲリオン見知らぬ天井そうですね。<う>エヴァンゲリオンならぬですけども、 いや、そうなんだよ。そう、あそこでさ、やっぱその、紐みたいなのがついてるライトね。そう。で、急にさ、あそこでこう、寝転がるわけじゃないあの、夏くんが。その瞬間にカメラがさ、夏くんの視点になるんだよね。はいはいはい。でもこれは、同じもの同じ景色を見てたんだなってことなんだよね。うんうん。だからこの瞬間にやっぱ重なったわけよ。確かに。ザタッチですよ。だとさ、視聴者のさ、 あゆ、うん、ごめんなさい。うたり出すなごめんなさい。すみませんでした。ちゃかしてすいませんでした。いや、いいんだけど。ごめんなさい。つまらなすぎて流す。でも、いいちょっと傷ついちゃった。全然いいんだけど。<laughs> 全然良くなさった。結局外野の発言だなって思いましたそうの国になっちゃった。すいません。外野だからそういうことが言えるんだなって思いました。すみませんでした。せめてはないですけどね。すいません。 はい。い,いやその前、その前にさ、<laughs> はい、すみません。まずさ、ナツくんが、はい。部屋のドアをガラガラって開けると、はい。そのドアのオープンが、はい。内側から、水木の目線で見た、海、はい、ちゃんのドアオープンになってるっていう。そうですね。でも、これ夜っていう。これがうまいじゃないですか、まず。美しい、もうほ時間ジャンプですね。うん、うまいよね。で、うん、めちゃめちゃでかいイルカ持ってるっていう。そう。あの、イルカのでかさ、そう。これ、うん、本当あの、どうでもいい話なんですけど、はい。 俺多分海ちゃんと趣味近いわあそうまずさあの好きなものの中にすみっこ暮らしってあったじゃんあこれね俺すみっこ暮らし好きなんですよはいはいはい俺タピオカとかさはいはいはいあのすみっこにいる生き物たちですよはいはいはい俺でもすみっこ暮らしはあまりにもあの猫背が美しすぎてほう。あのあれが完全再現されたぬいぐるみが まだ存在しないことに俺憤き通ってたり。<う>あと、隅っこ暮るし、俺映画見たからね。あ、すごいね。あれ、映画傑作です。あ、そうなんだ。大傑作です。<ー>涙止まりません。あ、そうなんだ。 いう話だったりとやすみっこ暮らし俺あんま詳しくないけど弥生さんがさ本屋さんですみっこ暮らし探しに行くじゃないですかはいはいはいで見つけた時にいたっていうのがすごい分かってるなって分かってるなって思いますねいいですよねもう中身ちょっと知ってんじゃねっていうかそうなのよであともう一個趣味合うのって思ったのは最後にうみちゃんが着てた T シャツあれめんダコのプリントされた T シャツだったんですよ あれはね、あのね、グラニフで売ってるんです、あれ。あ、そうなんだ。グラニフというあの、可愛いデザインの T シャツやるんですけどよね。僕、全く同じデザインの,あのパンツを持ってるって。あ、そうなんだ。T シャツ買っちゃうと、さすがに本当にその、俺があのメンダコ着てると大丈夫かなって思っちゃって、<う>見えないところに買ってしまいました。あ、いや、別に、これは別になんかおしゃれだから着て可愛、はい、い,いよね。でも、あ,ね、あれだよね、ちっちゃい子が着るには相当おしゃれに見えるね、なんかこれ。なんかいいよね。<laughs> <laughs> うん え、これ別に、あの、角が読んでた絵本とは関係ないですか関係ない。あれ、ぐらいにふです、あれ。あ、そうなんだ。はい。ぐらいにふのめんたこです。私にはわかります。じゃあ、あれじゃん。えこの、登場人物って言うとさ、完全にもうさ、ヤマトじゃん。ヤマトじゃんそう。 海ちゃんが入ってきた途端にさ、あ、新しい友達だみたいな感じでさ、顔を輝かせてるけどさ、ヤマト25歳だからねっていう。俺あのさ、ヤマトと海ちゃんがさ、対面するシーンのカメラワーク笑っちゃったんだけど。いや、あれずるいよね。あれさ、恋に落ちる時のやつじゃん、あれ。とか、まあその、動物と動物が狙った時というか。あ、でも、ふわーんってこう、お互いにズームしてんのとかすごいよね、これ。そうそうそう。もう狙ってんのかっていう。いや、ほんとそう。 だから、あなたは、こいつですよ。あなたはヤマトですよ。<laughs> <い>木戸大成さんですよい<や>。こののいや、あんな風には接せられないんだよね。いや、最強だよね、こいいや、あれ最強だね、あれ。でも、まあ、冗談じゃなく、自分が心細かった時代があるから、うん、あの、ちっちゃい子に対してそういうふうに向き合うのが、とにかくいいんだっていう、うん、腹決めてるから、子供としても向き合いやすいっていうのもあるよね、多分。わかる。あの、天然で子供なの、子供っぽい。 子供に近いっていうのは山とかあるけど、うん、あのちゃんと考えて傷があるからああなってるっていうのもあるよね。そう,そうそうそう。あのさ、秘密を共有するのもいいじゃん。あ、まママんあ、ママって呼んでるの。内緒ねっていうのとか、いいよね、あれ。そうなんですよ。え、これってさ、どうしたんですかなんかめちゃくちゃ画面を強視してえ。この部屋ってさ、うんはいはい え、これ誰の部屋この。え、これヤマくんのでしょあ、マトの部屋。うん。これさ、ヌラリジョンの孫違うかないや、俺も思ったの。これ、これシャーマンキングかな漫画。いや、めっちゃ、でもさ、なんか、ヌラ孫とシャーマンキングっぽいよね。ぽいよね。うん。男の子だなそう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 。でもなんかね、ユーミリさんっていう芥川賞作家の、マジ命っていう小説があるっぽいんだよなうん。まあ、そういうのも。あと<え>多分ね、これ、原市の岩井さんのエッセイがあるんだよなえ あ、本田の考察始まりました。うん。僕の人生には事件が起きないっていう、ね。僕が持ってますよ。読みましたこれ絶対そうだと思うんだよ。この赤い、朱色の帯のやつ、これ絶対そうだと思うんだよ。あ、本当だ。<laughs> いや、そうなんだよね。<laughs> 本当だ。だから、ちょいサブカルかな。いや、でも、親鸞、まあの言葉っていう仏教の本もあるから。でもなんかその辺もさ、<い>ちょっとほら。 大学生になった弟っぽいじゃん。確かに、ちょい背伸びしてる感じ。そうそう。とか、あと学校で一冊読まされたとか。あるある。そういうのもあるよな。大学とか行ったらそうなるよ。確かに。ちょっと、ごめんね、なんかいろいろ行ったけど戻るとさ。戻る。やっぱあの、水木さんのね、その死者と重なるっていあ、そう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 。あそこは本当に良かったね。いや、そうなんだよ。だから結局、このドラマは、生と死っていうのは、不可分ではないという話だと思うんだよね、俺は。 ねやっぱそこに、そうだよね。本当生と死もだし、やっぱ今回お金と時間って話だったけど、やっぱ時間っていうのも、すごくこう関わってくるし、そう。やっぱ別々の時間に同じ場所にいたってことじゃん。あそこなんかもそうだね。そうだね。でもその別々の時間っていうのは、でもやっぱ重なってるんだよね。間違いなく、その場所で。うん。っていう、同じ座標で重なっているっていうのそうね。で、この、なぐも家に、なぐも家という、まあ古い日本家屋に、 水木という、まあ、確実に存在した人の、こう、はいはい、霊魂というかね、うん、記憶が残ってるっていう、そう、ことをわざわざやってくるっていうのは、すげえなと思いましたね。いやー本当にね。うん。よかったなー本当なあ、そこまで行くんだっていうのは、うん、あ、花壇あるわ、花壇花壇あるえ、それは水木の部屋に。水木の部屋か<う>ああ<ー>ありますね。花壇はい。 花壇ちょっと意外だなぁ。犬屋さありますね、犬屋さあ、犬屋さはなんかわかるなぁ、あと、これなん八黒かな八黒えっとね。でもね、わかりやすいですよ。これさ、八黒じゃない違うかな黒っぽいなぁ。ぽい。あ、わかるわかる。花壇が上の段にあるんですよ。花枝があって。 そうね、犬屋舎がね、中段にあるんでし、ね、しかもさ、この犬屋舎のこの関数の少なさね。確かに。そんなわけないのよ。確かに。こんななんかあの、6、7冊で済むものじゃないからさ。全巻集める、うん、そ,その、なんていうのかな、根気はないよね。そうそう,そうそう、ね、分かる分かる。水木はそういう人なんだよな。なんかお父さんの本も、なんか、 置いてあるのかなぁみたいな感じはちょっとあるん、ね、で秀吉と利休みたいな渋い本がなんかある。そうね。それこそ本棚で、角の本棚の出てきちゃた。角の本棚のね、うん、結構ね、でもね。 本が多くてね。そうだね。あと、遠かったから、一冊一冊がちっちゃくて見えなかったんですけど、ちょっとぜひ公式ツイッターでちょっと 4K 画像をちょっ、ね、出していただきたいですよね、本当。あそこが切なかったのは、うん、その角は一人で髪を乾かしてるっていう、そ,うその対比をわざわざ見せてくるところで。なんでそんなことすんねんって思って。<laughs> そりゃそうだよっていう,う。 また、なくん、俺ね、夏くん、あんなこと言ったけど、やっぱ可愛いなって思うのは、はい、あ,のあまりにも気を使いすぎて、ドライヤーの位置が遠すぎそう,そう。いや、にね、それ乾かないからっていう。そうそうそう,そうで。早くって言われちゃうっていうあたりとか。そう、これからですよ。あ、角の本のは、堂々日本史とか、おーーダークムーンとか。なんか、<ー>いろいろあるなって思った。 いいろろある、ねうん、でここで写ってるのはおっきめのハードカバーのところだから、うん、あでも村上春樹あるねおおすごいすごい <laughs>、うん、でも文庫はね多分別のとこだと思うんですよあなるあそこまで本田の考察いやそうこれ,これだってさ、うん、ハードカバーの縦長の本ばっかだからさほだで、ね、しかもハードカバー派なんてわけじゃないはずだからねそうね文庫は別のとこにまとめてるだろうなうんかるないろいろアンネの日記がありますねおおだから本当いろいろだね、うん いいろろありますねなんかその辺もまた図書館師匠やってる感じするな。確かにな。いろいろっていうのが。何回も読む本は買うみたいな。<laughs> そうね。感じで,ですかね。いやー、見どころいっぱいですよ。そうだね。なんか全体、なんか語は全体まとめるとじゃないけど、うん、あーいやー、でもまあ話したことか。なんか本当その誠実さかな。 そうね。うん、こので、まあ、あと結論をつけないっていうところかなと思ってて。そうだね。あと、なんか結論をつけられないところには、うん、結論をつけないという結論というかね。そうね。うん。それもいいよね、うん。でも結論をつけないからって見ないってことじゃないんだっていう。違う違う。くさびを打ち込んでくるっていうところが、その、生と死っていうものが結局は分かれることができないんだっていう。投げかけを。 そのやっぱ水木の存在感と死者の部屋に泊まるっていう儀式でやってきてるところとか,、うん分かる。なんかさ、あのうん、天国で笑ってるはずだよとか絶対言わなそう、そういうピリオドの打ち方はしないよっていう宣言をそこでしてるし、うん、男女の境目っていうのは、純然とありますから、うん、でその無責任っていうことに関しては、しっかりと意識してくださいねっていう説教を全員に対してするっていうところ。うんねまあ、その二つが、やっぱ厳しい部分は厳しくちゃんとやってるところが、 うん。エンタメとしてもちゃんと面白いっていうところに繋がってんのがすごいなと俺は思うな。だからやっぱこう、生きることっていうのが、ははいはい,はい,はい、はい。こんなに多角的にやるんだって思って今回。そう、いやお金と時間が入ってきたからさ。本当そ,そう。人生のすべてを描こうとしてる。うん、ね。で、それが面白いっていうのがやっぱすごい。ね、いやー、これは驚異的ですよ。うん、だってまあ言ってしまえば、うん、普段やってることを、 が、ずっと続いてるっていう風に、う一見すると見えなくもないわけ。とか、エステイで読んだら面白いけどさ、ドラマにされてもさ、みたいなものになる可能性もあるんですよ。はいはいはい。でも面白い。面白い。のがすごい。やっぱ、なんだかんだっていうか、やっぱどうしたってドラマチックなんだよな。ん。それはやっぱ見せ方の順番とか、対比構造とか。うまいんだよ。なんか、絶妙にこう、飽きないっていうとあれだけど、なんか、 あ、こういうところに面白いところがあるし、別に事件とか起こしてるわけじゃないんだよね。そうだね。プチ事件。なんか、それがさ、例えば、海ちゃんが熱を出しちゃったみたいなのとかさ、こういうのよくやるじゃん。そうね。それ王道だけどね、子供預かり物ってさ、割と実は鉄板じゃないですか。鉄板よ実はめちゃくちゃあるじゃないですか。そうそうそう。で、それって結構神回になりやすいじゃないですか、事件って。でも それはでも、むしろ後半やっていくのかなっていう予感もするし。そうそう。だから、なんか、ここでそのカードを切らずに、丁寧に丁寧に、対話と、その、気持ちと、そうね。それ、それ、生きるっていうのはっていう、うん。ある種、まあ、当たり前って言って一周しちゃおうと思えば、できちゃうことを、こんなに丁寧にやるんだって思うし、で、一個一個紐解いてくれるから、うん。 割と自分でも気づいてなかったこととか、なんか目を逸らしてたところにハッってなったりするんだよね。これはやっぱでもドラマの醍醐味だと思うんだよな。うん、なんかその、自分でも言葉にできなかったことを映像とセリフで見せてくれてるっていう感覚もあるし。そうね。うん、あと、あれかな普通のドラマが馬鹿にしてるところかなっていう気もするんだよね。おーいやー、それはね、 かなり鋭い言葉だけど、うん、そうとしか言えないと思う。そうとしか言えないと思う。普通のドラマが、いや、その部分はわかるから省略して、うん、どんどん次々にテンポよく事件とかを描いていきましょうよってなっちゃうところを、え、待って、そこをおろそかにしてるからつまんないんじゃないのって、 いうのは、ドラマ見すぎてる側からすると思ってしまう。はいはいはい。うん。はいはいはいってなっちゃってるよ。はいはいはい。ドラマ作り手側、はいはいはい。はいはいはい。いや、だって思うもん。いやでも、誰もがね、真似して手出して同じような成果を得られるようなチャレンジではないと思うから。そうよ、だって。真似するな危険っていうことではある。そう。俺さ、なんかあの、浅井亮さんがさ、これ前もどっかで言ったと思うんだけど、浅井亮さんが、そのなんかあの、えっと、人生経験が、豊富で、はい。 あの、ハードな人生経験した人の方が面白いものが書けるっていうのは間違ってると思うと言ってる。うんうん、なぜならそれは、死んだ人が一番面白いものが書けるということに突き詰めるとなるから。なるほどね。うん、死が一番過激なわけじゃん。うん、でも死んだ人は書けないじゃん。っていうロジックで、それは確かにその通りだなって思う。はいはい、やっぱ物ではなく語りなんだっていう言葉があってさ。わ、うんうん、かりやすいね。で、まさにそうだと思うのは、その海の始まりとかもさ、うん、その 一個一個その過程、うん、で、俺もやっぱドラマとか作ってたり、うん、映画とか作ってると思うんだけど、うん、最後ね、うん、宇宙爆発まで行っちゃうのよ。物事をインフレさせていくと。でも全てのドラマが宇宙が爆発するまで行くべきかって話なのよ。っていう、うん、例えばその、じゃあ、 ラブストーリーだったら、うん、手を繋ぐ次はキスなのか、うんうん、キス繋いだしたら、じゃあ今度はセックスなのか、みたいなことになっていくと、それはおかしな話じゃん。うんうん、それよりも俺何倍も、うん、手を繋ぐまでで10話やる方が、よっぽどすごいことをやってると思うんだよね。いやー、ほんとそうだよね、うん。なんてことないことをドラマチックにして、 あの、こう、作品にする、うん。で、それはなんてことないことをドラマチックにするっていうのは、ただスローモーションの多様とか、なんか、やたら盛り上げるって意味じゃないのよ、うん。うん、その些細なことが、素晴らしいと思えたり、面白いと思えたり、気づきを与えたり、なんてことない。だって俺は、ポンポンが、ソファーの間に挟まってたというだけで泣いちゃったわけだし、大島さんだって、あの、なんてことない会話、うん、お金さんとの、うん。そうよ。う,ようん 会話でさ。だって人が死んだわけでも何でもないわけじゃん。お母さんが死んじゃったとかさ、交通事故にあって、あの、根性の別れとかさ、あの、特攻に行きますとかじゃないんだよ。僕は今回一番泣いたのは、大竹忍さんの、水木もすぐ言うのですからね。そういうことよ。ここまで見てなかったら、何の意味もわかんない。何の意味もわからないじゃん。現在形であることに泣いたんですか、そうそうこういうことなの。これが俺はやっぱその、優れたドラマだと思うし、なおかつ、 ドラマじゃないとできないよね。うん、確かに確かに。時間かけないと。映画だとね、なかなか難しい。確かに。やっぱり、どんなに長くても2時間とか3時間で、そこまで些細なことを描くのって、確かにね。ま、あの、別の方法になる。うん。その、こう、些細なことの、一つ一つを、そうそうそう。ま、より際立てるっていう方向になるからね。そうそうそう。別の描き方になるけど、ドラマは、積み重ねによって、わかるな本当その、一見するとなんてことないことで、人の心を揺さぶることができて、 それがアは極まってたと思うな。確かに。だから映画とドラマってさ、やっぱさ、我々両方見るじゃないですか。はいはいはい。あ、でもあなたはドラマ見ないのか。いや、そんなことない。海外ドラマとか見るって言ってるじゃないそうそうそう。映画もドラマもさ、なんか同じ箱のさ、中に入れちゃってさ、自分の中では映画かドラマを見る時間みたいにしてるけどさ、実はそれって俺すごい変な行動だと思う時あああ、そうだと思う。まさに海の始まりみたいな素晴らしいドラマを見ると、 映画を見てる時の快楽と、もちろん映像すごくて映画見たいっていう褒め方とかって別に無邪気で悪いもんじゃないと思うんだけど、うん、でも、すごい映画を2時間見た時と、うん、毎週ドラマを11時間とか見た時って、うん、得られてる。 なんか脳の活性してる部分とかって俺、ほぼ違うと、うのわかるよ。全然違う。あの、感動してる。なんかあの、脳のサーボグラフィットが撮動いてる部分違う気がするみたいな。ただ、目を中心に使っているだけので、<laughs> それ以外の要素ってほぼ違うよな、っていうことを、こういう、 ちゃんとしたドラマを見ると思うけどね。そうだね。でもなんか映画でも、その、小枝監督の海町ダイアリーとか、はいはいはい。はいに見てる時の感覚にも結構近いから、はいはいはい。でもあれはなんかドラマっぽい映画なんだよな、とかも思うな。はいはいはい。そういうのもあるけど。そう、映画っぽい映画、映画っぽいドラマ、ドラマっぽい映画、ドラマっぽいドラマっていうのがあるよな。でもこれもほんと純然たるドラマですよね。そうね、ドラマっぽいドラマ、ドラマの究極系のドラマっていうか。ドラマ 僕はなな。いんだよなでも最近の、あの、民放のドラマだと、その、あの、海外ドラマをやろうとして、全然そうなってないドラマみたいなのも多いし、んなんかそれ、あの、サンマークーゼだとか、はいはい、映画のメソッドだとか言って、はいはい、映画クオリティをみたいなことをさ、はいはい、なんかさ、あの、バカの一つ覚えみたいに言ってさ、<laughs> 全然そうなってないみたいなさ、<laughs> ま,あま,あま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 あ。そうそう、そういうやつとか、すごい、ちょっと、まあ、ごめん、あの、内部にいる人の怒りができてる、まあ。俺はでも外部から見てて、はいはい、その、ハリウッドサンマークーゼだ HBO みたいな感じでやってるドラマで、HBO とかの70点分ぐらいの達成を日本の民放ができてるときは、結構、よし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 。ああ、俺もそうなな思うよ思うよえ、根本から違う競技やってませんかみたいな。はいはい。には、うん、ダメだねって言うけど、そう。なんか、いや、資本力が、なんか10分の1なのに70点出てるのすげえ。みたいな。お、それはもちろん。そういうのもあるよね。そう。だからこれは本当直球で、ドラマ。 をやってて成功ししるかも日本のテレビドラマ。そう、日本のテレビドラマって感じだよね。ですね。はい、という、という話でございました。はい。え、あ5話はこのぐらいか。このぐらいですね。はい、4本。はい、引き続き。はい。あと何話あるのかまだ発表されてませんけども。そうですね。ずっと続いてもいいな。 なんか今んとこそうなんだよな。なんか、来週どうなるのとかじゃないから、こう毎週この気持ちにさせてくれるっていう。そう。北の国から敵になってもいいなという。はいはいはい。ふぶドラマの3本の中では一番そうかも、俺。いいね。あの、海ちゃんの成長とともにあ、るな。あるよね、これ。あるね。あるよ。一番好きな花がタイガロマンになってっちゃったら、あの、全員がさ、 もう次のクールでどの都市にいるかもわかんないからさ。違う違う。めちゃくちゃになっちゃうじゃないですか。そう。うなんかそれぞれでトリッキーな主人公五人いるから。そう、シリーズものになっちゃうけど。うん、でもこれはできるのこれ人生の話だからそう、神奈川、北の国から神奈川編的な。<laughs> 海の国からみたいな。<laughs> 意味わかんない。<laughs> 北の国からって言っても <laughs> 海の国から。なん <laughs> で女、海の国からだって角みたいなポジションの人もいたもんな、なんか。 あ,あ、そう。ちいたさんとかさ、なんか、そうなんだ。須のさんみたいなポジションじゃなかった北の国からいや。俺、北の国から全然知らないっていう。じゃあ、北の国からをやりましょうか、今度ね。 <laughs> 急に課題が、課題が。<laughs> 僕ね、<で>小学校の時に、ねうん、授業で北の国からやったんですよ。ああ、そうなんだ。先生が好きで、うん、で、脚本の本が配られて、うん、ドラマを見る前に脚本を全部読めっていう宿題が出て、面白いね、読んで、うん、で、それを構成にまとめて、うん、要約したりとか分解したりした後に、 最後にみんなで初めてドラマを見るっていう面白い授業やるじゃんえ思ったのと違う顔してる人いるとかがめっちゃええー、面白いそれそうそうそう,そうだから最初人生で最初にシナリオ読んだの北の国からですね僕多分いいなんかいい人生じゃん倉本そうそ<れ>いい人生なんで俺は <laughs> 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 というどういうわけどういうわちだってちょっと段みたいな。なっちゃったけど<で>。はい。はい、まあ、とりあえず、第5話はそんな感じで、引き続きよろしくお願いします。はい、以上、大島康之でした。中野湊でした。ありがとうございました。ありがとうございました。